香港チャンネル。質問が来ております、はい。中国の女子プロテニスの彭帥さんの件ですが、はい、IOC のバッハ会長と、はい、WTA の、スティーブ・サイモン会長がいろいろ声明を出したりしてるんですけども、はい、まあ、そのちょっと両者に関するこうスタンスといいますか、はいはい、動き方といいますか、どう思いますかという質問が来ております。質問、はい、あ、もう簡単じゃないですか。今出たように、もう IOC のバッハ会長はもうツイッターでもし、ね、つぶやきましたけども、IOC は金。WTA、スティーブ・サイモンさんは人権を明確にも出てるやん。うんうん、WTA はもう中国で9大会ぐらいね、やんねんけども、もう全部それはやらないと。うん、中国本土をね、香港とか北京とかの大会もやらないと。うん、でも IOC はね、なぜ、出てきたかって、彭帥さんは、女子プロテニスプレーヤー、うん、IOC 関係あるのかっていう話や、うん、夏季やったら分かるで、はいはい、冬季やろ、そうですね、うん、でなんで IOC が出てきて、バッハ会長の静止画像、うん、もう後ろからでテレビ電話のね、テレビ電話の彭帥さんの、うん、これはもう完璧な働きかけやろ、中国政府は、うん、IOC に、うん、だから、あれもせやん。WHO も。はいはい。そうやろ、テドロス。もう、そうやろ、だから、発生したところは、ではないとかね。はいはいはい、はい。いろんな。で、今回の、南アフリカからの、オミクロン株っていうのも、すぐ名前ついてて。はい。それも、もうな、コロナって言わしたないね。はいはい、うん、そういうところは何かって言ったら、やっぱり、中国の資金が、やっぱり流れてたり、うん、はい、そんなのがあるんではないかなと思いますよ。うんうん、そうですね、うん。だから今回のそのバッハ会長は、テレビ電話の静止画像をなぜ出したのか。うん、で、WTA の、スティーブ・サイモンさんは、電話もしたけども、つながらんと。うん、はい、でも、中国でテニスの大会をやれへんっていうの知らんねんもんな。あ、で、なんでかって言ったら、彭帥さんが行方不明になってるっていうのを、知らんねんで。中国人の方。あ、そのニュースが全部バッサリ切られるからってことね。CNN も切られるし、ほんで、報道してないね、はいはい。マイク日本のがバーって向けて、で聞いてんねん。はいはい、だから、何国際社会が勝手なこと言ってるんでしょって。あ、もう国内の人は全く知らないんですね。そうそうそう。まあ、それを日本の地上波でやってたから、うん、あ、それももっと最低やってね。うん、で、俺本来ね、今回のは、やっぱり性の強要であって、女性をなんやっていうのもあんねんけども、うん、これで、日本でも、なんか取り上げてるけども、海外の外交ボイコットっていうのはジェノサイドとかウイグル問題でのことで言うてるやん、はいはい、で彭帥さんもな、確かに大変やけども、この彭帥さんのことで、ボイコットとか外交ボイコットとか言うてるのも俺、うん、まあそれも確かに大事やで、でもジェノサイドとかウイグルのことで声上げよ、うん、これ、ね、ほんまに森さん下ろした方々、うん、特に、うん、蓮舫さんとかね、うん、おられて、はい、なんで声上げてくれへんのかなとか思うのよ、うん、やっぱりしっかりして言うてほしいわとか思うね、うん、向こうの議員の方々ね、はい、政治を見直すとかも言うてた、この方誰やったかな、女性の方、安倍智子さん、はい、はい、そう立民のね、はいはい、安倍智子さんもお願いしますというところでございますけども、うん、はい、やっぱりそういうことをみんなで声を上げて、やっぱりそういう、ね、人権弾圧とかないところでやっぱりスポーツの祭典はせなあかんと思うし、オリンピック憲章にもあんねんから、うん、そこのところをしっかり、見てもらわな困るというところでございますよ、ほんまに。けども、ほんで山下会長 JOC、はい、のやっぱりこれはいかんと、はい、ただ選手は出すと、うんうん、ほんで、W
FTA の中国開催を見合わせは支持、はい、正しい判断というとこは、うん、山下会長、会長ですか、元会長、会長で大丈夫です、山下さんが、はい、おっしゃってますので、そこの部分をしっかりと思うところでございますけれども、うん、他に IOC はオリンピックをやらな、やっぱ金のむっちゃありそうな気するんですけど、今ね、大丈夫やろな、一回ぐらい飛ばしてもね。じゃあから今回のはあのボイコットはほんまにモスクワ五輪とは全く違うし、うん、ね、あの今回のは五輪憲章に反する人権問題が理由でボイコットを検討してんねんからね、スポーツと政治は別だと言うけどももうスポーツと政治は別ではないやん、特にオリンピックと政治はって思ってまうやん、これ言うてんの誰かなとか思ってももう思えへん。そうね、それはもう政治は絡んでくるやんけ、絶対に。で、絡め差し折りやん、で、ただ、向こうの報道官がなんかおりやん、はい、だその一言だけやろ、今回の彭帥選手のことに対して、はい、スポーツと政治は別だって絡めてくんな、はい、それしか言えへんのからな本当、ね、これはもうとんでもないことなんで、ただ彭帥さんの安否ね、いや本当にね、全然出てこないですからね、まだ未だに。だからその、性当局の監視下に置かれて、でね、笑顔でやってるかも分からへんけども、まあ一人じゃないやん、まあそうですね、絶対家族の方、はい、親戚の方とかにも圧があるかも分からへんし、まあその可能性が払拭できないし、でスティーブ・サイモンさんがね大手喋って、ね、やりゃ大丈夫でしたって言えやね、それで、そうそうそう、それも、あのもうこれだけ伸びな長引けば、もうあかんやんって思ってまうやん、だからそのどこでやるかっていうのもあるやんね、はいはい、第三国なんかでやったとしても、あの家族が中国におんねやったら、人質みたいなね、もんですしね、そういうところでございますので、本当にこういうのは、ね、しっかり言って、そういう大人の関係になったから、権力を得たとかいうね、ことを言うバカな MC もおるから気ぃつけなあきません、はい、日本の民度が下がっております、それはもうお昼のっていうか、あのほんまつまらん MC が民度を下げとる。以上、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。